なんだぜって言ってえって、まあ、思っちゃうようなそのサービスがあればそれはインターネットアートだと僕は思うんですよね。やっぱりその例えば都市の中にマクドナルドとか、まあ、いろんなサービスが、まあ、ある。でそれはそれで便利である。でその一方でいろんな可能性があるんだっていうことを示すっていうのは都市のメディアアートだし、まあ、ウェブでも例えば、まあ、あのアーキテクチャの生態系ってアマゾンがやっぱ名付けたぐらいですから、いろんなこう規定列な新種が出てきてもいいわけですよね。でその規定列な新種の中にはあ便利って思えるようなサービスもあれば、なんかインターネットってこんなことできるんだとか、俺らやってた Twitter って実はなんかあの程度のことしかやってないんだって気づかせるようなものであるべきなんじゃないかなと思うので、本当にまあメディアアートがその今後の社会とかアーキテクチャに貢献できるとしたら、まあ、そういう問いを投げかけ続けることにはなんかすごく価値があるなとは思っていて、なので結構僕が作るメディアアートってなんかどっちかっていうとうつうつとしたあんまり楽しくないちょっとなんかこう嫌な感じの作品がたまに入っちゃうのはなんかそういうところがあるんですけど、まあなんかそんな風に思っていて、なんかなんでしょう、想像するアーキテクチャ2としてそういう締まりでいいんですか。締まりました、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 はい、中西先生大丈夫ですか。はい、大丈夫ですか。あ、そうなんですか。あ、遅れていくみたいな。まあでもさすがに終えた方がいいんじゃないですか。そうですね。まあなんかもしコメントあれば。僕はもう、じゃあさ、一個だけループさせたいんだけども、はいはい、そのメディアと例えばそのコンテンツ系とアーキテクチャ系っていうのにこだわると、私は楽しい系のメディアアートと思うんですけど、そのある意味そのある意味その アーキテクチャっていうよりもアフォーダンスって言葉をよく使いますけど、即興性っていうんですかね、その体験時間が短い、その確かに心にダメージを与えるかもしれないけども、実は体験時間っていうのは2分ぐらいです。で、次の人はいどうぞっていうのがメディアが多くて、装置としては はかないっていう一時的なもので、そっからどうやってその長いスパンのアーキテクチャなりに転化させるのか、あるいは同一人物がどういう仕事をするのかっていうのが結構問われていて、それが前回の想像するアーキテクチャで江戸さんが吐いた名言ですけど、もしかして俺の役割だったみたいな話になってくると思うんですよ。なんかいろいろ文句言ってたけども、それやんなきゃいけないのもしかして俺だったんじゃないのっていうのに転化してきているっていうのが、なんかここにいて一緒に語り合ってる理由なんじゃないかなとちょっと思ったんですが、こんな締めでいいでしょうか。ということで続くですよね。はい、じゃあですね、ツイッターに流しますけど、このシンポジウムシリーズ実は、ずっと連続していて2ヶ月ぐらいに一遍やってるんですけども、もう一回、同じ続きの企画を企画したいと思いますので、その時にはまたお集まりいただきたいと思います。じゃあ場所を明け渡さないといけないので、このセッションはこれで締めたいと思います。どうもありがとうございました。